では、定刻になりましたので、第11回目の計算科学技術特論 A の講義を始めていきたいと思います。本日も、電気通信大学の、山本裕作先生に、行列計算における高速アルゴリズム、副題としてポストペダ時代に向けた線形計算アルゴリズムの課題と研究動向ということで講義していただきます。では、よろしくお願いします。電気通信大学の山本です。本日もよろしくお願いいたします。で本日の講義は、もともとは前回、連立一次方程式解法の話をしましたので、今回は固有値計算に焦点を当てて詳しく紹介しようと思ったんですけれども、もう少し最新の話も取り入れてほしいというふうな要望もありまして、必ずしも固有値計算に限らず、ポストペタ時代に向けた線形計算アルゴリズムの課題と研究動向というテーマでお話をすることにいたしました。まあ、固有値計算の話もその中に入っております。でそれではよろしくお願いします。で、これはすでにご覧になった方がいらっしゃるかもしれませんけども、スーパーコンピューターの性能動向ということで、横軸に年代を取りまして、縦軸に性能を取ったグラフです。まあ、その時代の、トップの性能のスーパーコンピューターの性能をプロットしてあります。まあ、縦軸の単位はご存知のフロップ数という単位で、1秒間に何回の浮動小数点ができるかというような単位です。まあ、これをご覧になりますと、計算機の性能というのが指数関数的に上がっていることが見て取れるかと思いますけれども、90年代後半ぐらいからその傾きがさらに急になってきていることがわかるかと思います。まあ、これは並列計算機の普及によるものでして、この緑のラインのあたりは、高々数個ぐらいの並列計算しかしなかったんですけども、この90年代ぐらいから、どんどんプロセッサーの数が増える方向になってきまして、数千個から数万個、数十万個、数百万個というふうなレベルまで達しています。で、このままいきますと、大体2018年から2020年ぐらいに、エクサフロップスマシンが登場する見込みというふうに考えられています。今回の目的としましては、このエクサフロップス時代に向けた数値計算アルゴリズムの課題を、特に線形計算、つまり連立方程式ですとか、あるいは固有値計算に焦点を当てて考えるということと、最近の研究動向について簡単にサーベイするということをしたいと思います。そのため、順番としまして、まず最初にそのエクサフロップスマシンとして、どんなふうなハードウェアが予想されるかといったお話をしまして、それから、線形計算アルゴリズムの技術的な課題、それから最近の研究動向というふうな順番でお話をしていきたいと思います。で、これは2、3年前の資料なんですけども、HPCI 技術ロードマップ白書ということで、日本の計算機科学の専門家の方々が集まって作られたエクサフロップスに向けた、ロードマップの資料というものがあります。それによりますと、2018年のスーパーコンピューターとして、4つのタイプが挙げられています。まず汎用型というのがありまして、これはその現在のスーパーコンピューターから、メモリ容量ですとか、帯域、演算性能をバランスよく向上したタイプです。ですので、K のように、いろんな問題に汎用的に適用可能なマシンというふうな位置づけです。それから容量帯域重視型というものがありまして、これはベクトル機みたいなイメージなんですけども、汎用型ほどはその演算性能を上げないんだけども、その代わりにメモリ性能により多くの資源を割くというふうなものです。それから逆に演算重視型というのがありまして、これはそのメモリ性能を落とす、つまりそのメモリの部分に使うそのネットワークですとか、あるいはデータパスといったところに資源を割かずに、その代わりに演算機をたくさん積むというふうなタイプのマシンです。それからもう一つメモリ容量削減型っていうのが提案されていまして、これはメモリ容量を極限まで削減して、オンチップメモリで全ての計算を完結するというふうなタイプです。こんなふうな4つのタイプが想定されています。で、位置づけとしましては、汎用型は K の後継で、容量帯域重視型はベクトル計算機タイプ、それから演算重視型は GPU ですとかミニコア、
といったアクセラレータ型のマシンを想定しています。で、それに基づいて、この白書では、軽と同程度の消費電力かつ同程度の設置面積というふうな制約条件の下で、それぞれのタイプがどのくらいの演算性能ですとかメモリ帯域、メモリ容量といったものを達成できるかということを試算しています。これを見ますと、従来型ですと、200から400ペタフロップスで、総メモリ帯域が20から40ペタバイトというふうな、スペックになっておりまして、で容量帯域重視型です と、演算性能は4分の1程度に落ちる代わりに、メモリ帯域は 2.5 倍くらいに上がっている。一方、その演算重視型ですと、演算性能は大体5倍ぐらいに上がっているのに対して、総メモリ帯域は4分の1くらいに落ちているというようなことになっています。で、参考までに、その K は10ペタフロップスのマシンでして、総メモリ帯域は5ペタバイトというふうな形です。で、この図を見ますと、一番そのエクサフロップスに近いタイプのマシンというのは、演算重視型と、それからメモリ容量削減型ということになりますが、この中でそのメモリ容量削減型というのは、メモリを小さくしていますので、使えるアプリケーションが限られているということになります。例えば、行列計算なんかですと、大きな行列を格納する必要がありまして、なかなかそのメモリ容量削減タイプですと、うまく動かないということが予想されます。ですので、今回のお話では、最もエクサフロップスに近いのを演算重視型というふうに見まして、これに関して、これをターゲットとして、どんな課題があるかというのを考えていきたいと思います。で、実際にはその、ポスト K というのは、どちらかというとその汎用型の要素も多分に入っていまして、コアとしては、数十コアになると思われますけれども、総メモリ帯域に関しても、ここまで、演算重視型ほどまで削減せずに、K のレベルを保っていく、そういったことになると思われます。ただ、世界的に見ますと、こういう演算性能重視型のマシンというのが、かなり大きな割合を占めると考えております。で、こういったマシンの特徴は何かといいますと、一番目につくのは高い層の並列性ということで、プロセッサー1個あたりの、プロセッサーというか、演算機1つあたりの性能というのが、例えば、ギガヘルツオーダーで、ギガフロップスオーダーだとしますと、エクサフロップスを実現するには、どうしても10の9乗個ぐらいの演算コアが必要になります。そうしますと、10の9乗個をフラットに並べるんではなくて、高い層の並列性というのが出てくると思われます。具体的には、この図でありますように、チップの中に例えば1000個のコアが入って、そういったチップが10個集まってノードを作って、それをさらに、たくさんネットワークでつないで、システムを作るといったような構成が考えられます。こうしますと、並列性が高い層なんですけれども、それに伴ってメモリ階層も非常に複雑になってきまして、例えば一番速いメモリとしては、そのチップ内のメモリ、それからノード内の共有メモリ、それからシステム内の他のノードのメモリというふうな階層になりまして、これに加えてキャッシュなどもありますので、非常に高い層の複雑なメモリ構造を持つシステムになるというふうに考えられます。で、こういうふうに深い階層のメモリを持ちますと、それに伴って、データの移動コストっていうものが、非常に、効いてくるというふうに考えられます。データの移動コストに関しては、スループットといいまして、データ1個あたりを送るのにかかる時間と、それから、セットアップタイム、あるいはレイテンシーというふうに、遅延時間ですね。そっちの両方を考える必要がありますけれども、まずスループットに関して考えますと、その演算重視型っていうのを考えた場合に、K と比較しますと、総演算性能が大体100倍になるというふうに想定されているんですけども、それに対して、
総メモリ帯域というのはほとんど増えていないというのが、まあ、非常に目を引くところです。ですので、バイトパーフロップっていう単位がありまして、これはその演算1回あたりに、演算1回あたりを行う時間で、データを何バイト演算機に取ってこられるかを示す単位なんですけども、まあ、K だと、1フロップあたり 0.5 バイト取ってこられるということになっています。それに対してこの演算重視型の、この白書で想定しているマシンですと、1個の演算をする時間あたり 0.005 バイトしか取ってこられないというふうなことになってしまいます。で、この数字っていうのはデータが主メモリにあった場合の話です。ですので、まあ、つまりこれは、1個の演算に対してデータを1バイト取っていくのは200倍時間かかるということになっていまして、で、不動小数点ですと8バイトですから、演算に比べてデータを取ってくる時間の方が、まあ、1600倍時間がかかってしまうというふうな、非常にその、データ転送能力が低いシステムというのが、まあ、予想されているわけです。で、まあ、後でお話ししますけれども、まあ、こういうシステムをうまく使いこなすには演算を行うたびに主メモリからデータを取ってくるようなアルゴリズムではダメで、データがキャッシュに入ったり、あるいはレジスタに入った場合に、それをなるべく使い回して、たくさんの演算を行うタイプのアルゴリズムでないと、とっても性能が出ないということになってしまいます。で、もう一つは、スループットに対してレイテンシっていう因子がありますけれども、これは、まあ、遅延時間ですね。データを転送するのにかかる、送り始めてから受け取るまで、相手が受け取るまでの時間です。で、これに関しては、そのコア間でデータをやり取りする場合には100サイクルぐらい、それからノード間でやり取りする場合には、まあ、200サイクルぐらいかかるというふうなことが、まあ、想定されています。で、これが、どういう、効果をもたらすかといいますと、まあ、MPI の通信パターンでオールリデュースというのがありますけれども、これは全部のノードから、まあ、例えば二進義なりでデータを集めてきまして、まあ、その結果を合計して、他の残りの全部のノードに返すというふうなパターンです。で、これがまた、例えばノード数が、100万とかありますと、大体20ステップぐらいかかる、この二進義の深さですね、が行きと帰りですでに20ステップぐらいかかってしまうということで、その一個一個のステップが200サイクルかかるわけなので、このオールリデュースを1回やると、非常にたくさんの時間、たくさんの待ち時間が生じてしまうということになります。まあ、こんなふうにそのデータ転送のスループットの意味でも、それからレイテンシの意味でも、時間が非常にかかるようになってくるっていうのが、まあ、ネクサフロップスマシンの特性だと考えられます。それから電力消費の問題っていうのがありまして、まあ、皆さんご存知のように、電力っていうのが今非常に問題になっていまして、スーパーコンピューターにおいても発熱を抑制するっていう側面と、それから電気の消費を削減するという、まあ、両方の側面から電力消費の抑制が重要になってきます。で、どこで電気がかかっているかといいますと、実はそのデータアクセスが相当大きな電力を消費しているというのが分かります。例えばその倍精度で演算を1回やりますと、まあ、1.1 ピコジュールかかるのに対して、オンチップのデータをアクセスする場合、オンチップメモリにあるデータをアクセスする場合には 2.1 ピコジュールかかって、それがそのオフチップにあるデータをアクセスしようとすると、100倍の205ピコジュールかかるというふうな試算があります。ですので、これから見ると、電力消費を削減するためには、データアクセスを減らすということが、まあ、一番効果的であるということになりまして、これはその
前のスライドにもありましたように、速度向上に関しても効果があるというふうになります。ですので、なるべくそのデータアクセスを削減して、オンチップにあるデータを使い回すということが重要になると考えられます。それから別の側面としまして、部品数が増加することによる故障確率上昇というものが問題になると思われています。これはハードエラーとソフトエラーとがありまして、ハードエラーというのは熱などによって部品が故障する、不可逆的な故障であって、ソフトエラーというのは、例えばアルファ線などによって一時的にビットが反転するといったようなエラーです。でこういったエラーは、基本的に今まではハードとかあるいはシステムソフトのレベルで、エラー体制を強化することで対応してきたんですけども、同じ方針をやろうとすると、部品数とかあるいは速度、消費電力の面で、コストが大きくなってくるであろうというのが、予想です。ですので、これについても何らかの対策をアルゴリズムレベルでできれば、非常に有効であろうというふうに考えられています。で、これはエクサフロップスマシンのハードウェアとはまたちょっと違ったファクターなんですけども、アプリケーションからの要求として、並列化に関する要求というのがちょっと異なってくるだろうということが考えられています。つまりこれまでの並列化研究ですと、弱スケーリングというものに重点が置かれていました。弱スケーリングっていうのは、1ノードあたりの問題サイズを一定にして、それで並列化するというもので、ノード数を増やせば、それとともにどん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 問題サイズも大きくしていくというふうな条件での並列化効率を議論するものです。そうしますと、ノード数に比例して問題サイズも大きくなりますので、どっちかっていうと、その通信のネックなんかがあんまり見えてこなくて、比較的並列性能を出しやすいタイプの設定です。ところが、こういうのはその弱スケーリングの並列化っていうのは、だんだんこのままでは立ち行かなくなるというふうに考えられています。その理由としまして、もう問題のサイズっていうのが非常に大きくなっていって、でエクサフロップスを全て使えるくらいの問題っていうのが非常に大きくなってしまいますので、それだけのサイズの問題を扱うっていうことが、その全てのアプリで求められるわけではなくなってくるということです。例えばその問題サイズは固定して、モデルをもっと精密化したいですとか、あるいは問題サイズは、空間的なサイズは固定して、時間ステップを増やしたいというふうな、いろんな精密化あるいは大規模化の方向がありますけれども、こういった場合には、その弱スケーリングという設定ではないわけです。で、こういう場合に、そのエクサフロップスをどうやって効果的に利用するかっていうのが一つの課題となってきます。それから、その弱スケーリングのもう一つの問題としまして、弱スケーリングの設定では、ノード数増加につれて、計算時間が一般に増加します。っていうのは、例えばその行列計算なんかで言いますと、三つ行列の計算なんかですと、データ量は N2 乗で、計算量は N3 乗っていうものが多いので、データ量に比例するんではなくて、データ量の 1.5 乗に比例して、計算時間が増えるというふうなタイプのアルゴリズムが多いです。そうしますと、その、ノード数を増やしていっても、1ノードあたりのメモリは、同じで済むんですけども、増やせば増やすほど、その 1.5 乗で計算時間が増えてくるというふうなことになりまして、現実的な計算時間では、計算できなくなってくるといった問題が生じます。ですので、これまでの並列化研究では弱スケーリングに重点を置いていたんですけども、これからは、強スケーリング、つまり、システムあたりの問題サイズを一定として、問題サイズを一定としまして、でそれをどんどんノードをどんどん多いノード数で解いていった場合にスケーリングがどうなるかといったことの方がより重要になっていくのではないかというふうに考えられます。
ですので、まあ、強スケーリングにおける効率的な並列化の研究というものが重要になると思われます。まあ、以上のようなそのエクサフロップスマシンのハードウェアおよびアプリケーションからの要求の変化ということを踏まえて、線形計算アルゴリズムにどういう課題があるかというのをいかにまとめてみました。でまず一番重要なのは10の9乗個レベルのコアを活用できる並列性ということになります。それからまあそれと同様に重要なこととして、まあ、データ移動の削減ということが挙げられます。まあ、これは移動量と移動回数2つあるんですけども、まずはその先ほど言ったスループットですね、つまりデータ移動量に比例してかかるコストの影響を削減したいということがあります。このための方針としては、まあ、先ほど申し上げたようにデータの再利用性の向上ということで、データがキャッシュとかあるいはレジスタといった上位のメモリにある間にできるだけ集中して演算を行う、それによって、まあ、主メモリへのアクセスをできるだけ削減するといったことが基本的な方針になります。でこれは性能を上げるっていう面から有効なだけではなくて、まあ、消費電力削減の面からも先ほど申し上げたように、まあ、有効な方針になると思われます。それからもう一つはそのデータの移動回数を削減するということです。で、まあ、先ほど説明したレイテンシーといった、まあ、遅延時間はデータ量に比例するのではなくてデータの移動回数に比例しますので、とそのコストを削減する。そのためには大流度のアルゴリズム、計算流度の大きいアルゴリズムというのが有効です。で、まあ、計算流度っていうのは右下の図のようにと各プロセスが他のプロセスと関係なく独立して計算できる部分の計算量を表すわけですけれども、ここをなるべく大きくしますと、全体の中で通信している部分が少なくて演算している部分が大きいということで、まあ、並列化効率が出やすくなるわけです。そのためには、まあ、同期とかデータの移動っていうものをできるだけまとめて行って、通信と通信の間でできるだけ多くの演算を行うということが必要になってきます。それからその先ほど申し上げた故障に対応する話なんですけども、アルゴリズムレベルでの対故障性というものが実現できれば非常に有用であろうというふうに考えられています。例えばその何らかのエラーによって結果不正があるノードで起きるとか、あるいはまあもっと問題なこととして MPI の通信が途絶えてしまって結果を返さないノードがある、そういう場合でもその計算を破綻せずに進行できるようなアルゴリズムというものがあれば、まあ、非常に有用であろうというふうに考えられています。それから次の2つはさっきの強スケーリングと弱スケーリングの話に対応するんですけども、一つはその計算量のオーダーの削減ということが求められています。で、先ほどその密行列のアルゴリズムはデータ量に対して 1.5 乗ぐらいの演算量を必要とするというふうに言いましたけれども、そうしますとどん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 問題が大きくなっていったときに、まあ、実用的な時間では解けなくなるということで、データ量に対して線形のオーダーというものが求められます。まあ、ただこれを全く今までと同じ回の品質を保証したままで行うというのは、まあ、ほぼ不可能ですので、最近よく行われているのはある程度の確率的な誤差を許容することでオーダーを低減するといったことが考えられています。そのために、まあ、テンソルの近似に基づくアルゴリズムですとか確率的なアルゴリズムといったものが研究されています。もう一つはその強スケーリングの意味で効率的なアルゴリズムということで、問題サイズを固定してノード数を増やした時の実行時間がちゃんと減っていくようなアルゴリズムということになります。
で、まあ、強スケーリングの条件下では、演算量は1ノードあたりの演算量は減っていくんですけども、ノード数が増えていくと、演算時間、特にそのレイテンシーの部分というのはむしろ増えていくわけです。ですので、まあ、通信とか同期の時間というのが支配的になります。ですので、まあ、先ほど述べた大誘導のアルゴリズムといったことを心がけるなどして、なるべくその通信とか同期の時間を減らすということが必要になってきます。で、まあ、こういったことがそのアルゴリズムを開発するにあたってのポイントになるわけですけども、こういったことを意識しながら具体的にどんなアルゴリズムが検討されているかということを、まあ、残りの時間でお話ししたいと思います。でまず10の9乗このコアを活用できる並列性という話で、まず3つ行列の場合を考えてみます。3つ行列っていうのは、まあ、行列のほとんどの要素が非ゼロであるような、まあ、詰まった行列です。で、まあ、3つの行列に対するアルゴリズムとしては、まあ、LU 分解ですとか QR 分解、それから区有値計算で使われる三重対角化とかヘッセンベルグ化といったことが、まあ、基本的な演算になります。で、こういったアルゴリズムは、まあ、ほとんどがその N×N の行列に対して適用すると N3 乗の計算量を打ちます。ですので、まあ、例えばその行列を、まあ、極端な話1要素ずつ増設算に割り当てて実行しますと、並列性は最大オーダー N2 乗になるわけですけども、計算量に比べて、まあ、その並列性の方が低いので、まあ、ある程度の流度は確保できますし、まあ、そもそもそのオーダー N2 乗の並列性っていうものが、まあ、一般的な計算機ではまあ十分だろうというふうに考えられます。例えばその、3つ行列の区有値計算なんかで100万次元のものがすでにコンピューターを使って行われていますけども、100万次元にもなると並列は10の12乗のオーダーになりますので、まあ、K くらいのマシンの全体を使っても十分な並列性があるということになります。ただ演算量の大部分は N2 乗のオーダーの並列性があるんですけども、まあ、ネックとなり得る部分というのがありまして、例えばその LU 分解という連立一方程式の解法なんかですと、ピボット生成で消去に使うピボット行とかピボット列というのがあるんですけども、そこを作る部分、あるいはそれを全プロセッサーに通信する部分といったものがあります。そういう部分は、まあ、一般にその並列性が N だけ落ちるので、オーダー N になりまして、そこのところが全体の中でネックになるといった現象があります。これをその解決するには、うまくスケジューリングをして、そういう並列性の低い部分を実行している際に、それ以外のプロセッサーが別の仕事がちゃんとできるようにするといったことが重要です。そのためにはアルゴリズムの中の処理を非常に細かい単位のタスクに分けまして、それの依存関係を、グラフ、有効グラフで表現して、それに基づいて機械的にスケジューリングを行うといった手法が最近使われ始めています。でこれをダグスケジューリングと言いまして、これはディレクティッドアサイクリックグラフっていう、まあ、巡回路のないグラフに基づくスケジューリングっていうんですけども、まあ、こういった手法があります。まあ、こういったことがまあ重要になっていくと考えられます。で、今のはまあ正方行列なんですけども、まあ、長方行列とか帯行列といったものも、まあ、応用上ではよく出てきます。例えば差分法で離散化した行列なんかですと、このような帯行列になったり、あるいはその電子状態計算なんかで、ベクトルの直行化っていうのを行ったりしますけども、直行化すべきベクトルの本数っていうのは一般にベクトルの長さに比べれば小さいことが多いので、これは縦長行列に対応します。で、まあ、そういう場合にはその
まあ、例えば帯幅 B の帯行列ですとか、あるいは長さ N のベクトル B 本を直行化するといったような演算ですと、全体の演算としては N2 乗 B とか NB2 乗というふうな演算量になるわけですけども、並列性としてはそのオーダー B2 乗ですとか、あるいはオーダー NB だとかオーダー N といったようなあのかなり小さいオーダーになってしまうことが多いんです。そうしますと、まあ、上の方だと正方行列ですと、まあ、オーダー N2 乗だったので並列性が十分だったんですけども、まあ、こういった実用的によく出てくる問題であっても、まあ、並列性が小さいものがあると。そうしますと、まあ、自明な並列性を使ったんでは、なかなか効果が出ないということで、新しい並列性を導入できるアルゴリズムというものが必要になってきます。そういったものが最近活発に研究されていまして、例えばその微行列に対して、まあ、微行列の場合には、消去の対象というのが、B×B の小さい正方行列なんですけども、そこの並列性だけではなくて、帯をもう完全に2つの問題に分割してしまって、それぞれを独立に解くと。それを何回も再帰的に繰り返して、小さい小問題に分割してから解くというふうな、新しいレベルの並列性を導入する解法といったものが最近盛んに研究されています。で、一方その素行列の場合にはどうなるかといいますと、素行列 の典型的なものとして前回もご説明したマクリロフ部分空間法といったものがあります。マクリロフ部分空間法は連立一方程式の解法としても使われますし、固有値問題の解法としても使われるわけです。で、これらはその数学的に見ると、まあ、一番重要な部分っていうのは部分空間を作って、まあ、その正規直行規定を作るといったことです。ところが部分空間の拡大操作っていうのは、まあ、前回お話ししましたように、まあ、部分空間の正規直行規定を作って、まあ、部分空間の規定を新しい規定を作って、それをその前の規定に対して直行化して、それに対して A をかけることで新しい規定を作るというふうに、直行化と A をかけるっていう操作が互い違いに行われるもので、本質的に逐次的な操作になっています。ですので、まあ、そこの部分を並列化するっていうのはあまり行われていなくて、並列性は1個の行列ベクトル積を、まあ、並列化するといったことで行われているのが現状です。そうしますと、まあ、1個の行列ベクトル積っていうのは、並列度としては行列の非ゼロ数の、非ゼロ要素数の数になりますので、まあ、オーダー NZ っていう、まあ、NZ は非ゼロ要素数ですけども、まあ、そういった並列性になります。まあ、これだけだとちょっとなかなか並列計算機が利用しにくいので、最近はその並列性を向上させる手法としまして、ブロッククリロフ部分空間法といったものがあります。これは連立一方程式の解法でも、その固有値解法でも、何らかの初期ベクトルに対して A をかけていくことによって空間を作るんですが、初期ベクトルを1個じゃなくて複数用意して、複数の部分空間を同時に生成するといったようなことがあります。そうしますと、そのさらに複数の部分空間の数だけ並列性が向上するといった効果があります。さらに、その部分空間全体として考えると、一本の場合よりも大きい部分空間になりますので、その中で得られる解というのはさらに良質になる、つまり早く収束するといったことが期待されて、まあ、こういう手法があります。で、もう一つは全然違った解法で、筑波大の桜井先生がやられているような方法ですけれども、このクリロフ部分空間を作るんではなくて、数字積分を用いたフィルターというものをうまく構成しまして、そのフィルターをかけると、まあ、初期ベクトルの中で、まあ、例えば欲しい固有ベクトルに対応する成分だけがうまく抽出できるといった
手法です。この場合、そのフィルターっていうのはまあ数値積分で定義されるんですけど、数値積分っていうのは非常に並列性が高くて、複数の積分点の値の計算というのは全く独立にできるわけです。ですので、それらを独立にやってやって、その結果を加えてやれば、まあ、フィルターをかけたことになりまして、欲しい方向の固有ベクトルが出てくるといったものです。こんなふうに、その、クイロフ分空間の枠内で、並列性を増やす方法ですとか、あるいはこういう積分フィルターのような新しい方法で並列性を増やすといった方向が行われています。次にデータ移動の削減という話をしますけれども、まあ、その設定としまして、本当はその複雑なメモリ階層があるんですけれども、その中の2階層だけを取り出して、考えるということにします。つまり、コアが、計算のコアがありまして、で、その下に、まあ、ここでレジスターって書いちゃったんですけども、コアの下にまあキャッシュがあって、その下に主メモリがある。というふうな2階層の場合だけをまず考えます。で、キャッシュっていうのは、M ワード、つまり不動小数点のワードが M 個入る。で、行列のサイズは N とすると。で、まあ、こういった条件の下で、キャッシュと主メモリの間のデータ移動を最小化するようなアルゴリズムっていうのを、まあ、いろんなものについて考えてやろうということです。で、まあ、こんなふうなことを考えておきますと、実はその主メモリを他のノードというふうに見て、キャッシュを自分のノードのメモリーというふうに見ることによって、ノード間の通信の最小化をするというときにも応用ができます。で、密行率の場合に、その、データ移動を最小化するアルゴリズムとしましては、このブロック化アルゴリズム、あるいはタイルアルゴリズムといったものが一番よく使われています。で、これはその行列を、n×n の行列を小さいタイルに分割して、まあ、計算を行うものです。タイルのサイズっていうのは、キャッシュサイズを m としたときに、3分の m の平方根というふうに言っております。そうしますと、1個のタイルのデータ量は3分の m になりますので、タイル3個がちょうどキャッシュに入るということになります。こうした上で、その各ブロックを要素と見て、まあ、行列計算を行うというのが、まあ、タイルアルゴリズムです。例えば、行列の掛け算ですと、本当だったらその1要素1要素を掛け算するんですけども、このタイルを要素のように見て、タイルとタイルの間で、掛け算をやってやっても、まあ、同じ結果になるというのが、まあ、簡単にわかります。同様に、その LU 分解ですとか、まあ、QR 分解、それから三重対角化っていうのも、タイル単位で同じ処理を行うことによって、同じ処理を行うことができます。こうしますと、これら三つ行列系の演算っていうのは、演算の主要部分っていうのがブロック同士の掛け算になるんですけども、掛け算っていうのは、まあ、A×B=C っていう3つのタイルを使うもので、それが全部キャッシュに入ってしまいますので、行列の掛け算の部分は、まあ、キャッシュの中でできる。ということで、まあ、データの再利用性が向上します。まあ、例えば、コレスキー分解といいまして、LU 分解の制定値対象版ですね。それを、アルゴリズムを書いてみますと、実は一般の各要素に対するコレスキー分解、というものをブロックに対して同じことをやることによって、まあ、ブロックアルゴリズムが、まあ、作れます。で、Ij ブロックを Aij というふうに書きますと、まずその対角ブロックをコレスキー分解してから、ピボット列というものを作成して、それからそれを使って、残りの Aij という要素を全部更新する。ということをやります。そうしますと、まあ、普通のアルゴリズムで割り算で書かれているところを逆行列の掛け算に直して、それから掛け算になっているところを行列の掛け算と
というふうにすることによって、まあ、このアルゴリズムで普通と同じコレスキー分解が計算できるということが分かります。これがまあ、レイパックなんかで採用されているアルゴリズムです。で、この場合にその一番演算量が大きいところっていうのは、ブロック同士の行列状態になるわけですけども、この掛け算、AIK と AJK と AIJ というのが3つ全部キャッシュに入っていますので、その中で1メモリを全然参照しなくても、この演算ができるということで、データ再利用性が上がります。で、これがそのブロックアルゴリズムなんですけども、実はこれは最適なアルゴリズムであるということが、示されています。つまり、ブロックサイズを今の3分の M の平方根というふうにしたブロックカプレスキー分解は、前期の2階層のメモリ構成っていう仮定のもとで、キャッシュとシメモリの間のデータ移動量をオーダーの意味で最小化するというふうな定理があります。これは実は行列乗算に関しては同じような定理がもうずっと昔に証明されていまして、それの応用として証明することができます。で、行列乗算についてはデータ移動量の関わりが分かっているので、コレスキー分解を使って行列乗算を計算するアルゴリズムっていうのをこのデンメルたちは作りました。そうしますと、コレスキー分解ができれば、行列乗算ができるということなので、コレスキー分解におけるデータ移動量の破壊っていうのは、行列乗算におけるデータ移動量の破壊よりも大きくなければおかしいということになります。もしこっちの、もしこっちの方が小さかったとしますと、こっちの方がすでに知られている行列乗算の破壊よりも小さかったとしますと、今までの知られていた破壊よりも小さいデータ移動量で行列計算ができること、乗算ができることになってしまいますので、まあ、それではおかしいということで、これが成り立つと。で、これを示した上で、ブロックカプレスキー分解、前のページで説明したものが右辺の破壊をちゃんと達成することを示す。ということをしまして、これによって、まあ、前のページのアルゴリズムが最適であるということが示されています。で、まあ、データ移動量の意味で、まあ、最適であるということは示されたんですけども、先ほどお話した0点子のことを考えますと、データ移動回数に関しても最小化したいという要望があります。で、データ移動回数っていったときに、普通はそのノード間の通信っていうのを思い浮かべるんですけども、実はそのメモリアクセスに関しても同様のことがあって、連続したメモリ領域からデータを取ってくるっていうのを、一つの移動だとしますと、その回数を最小化したいというような要望があります。つまり、同じ量だけのデータをメモリから取ってくるにしても、2箇所の違ったところから取ってくる方が、1箇所で連続して取ってくるよりもコストが大きいということで、なるべくそのデータをまとめて取っていきたいということになります。ですので、モデルとしまして、1回のデータ移動では、主メモリの連続した領域から持ってこられない、領域からしか持ってこられないというふうに仮定しまして、その条件の下でデータ移動回数を最小化する。ということを考えます。その場合に、さっきのタイルアルゴリズムを考えますと、タイル分割を考えますと、普通はそのタイル分割をしても、行列の格納形式そのものは変えないで、行列の格納形式そのものは、1列ごとに、こんな風に格納しているというのが、従来のやり方です。でただ、そうしますと、1個のタイルを持ってくるのに、それが連続アドレスになっていないということがあります。つまり1個のタイルっていうのは1列の途中までしかカバーしてませんので、ここのところでアドレスが途切れてしまう
ということになります。そこで、まあ、最近よく行われているのはブロック単位の格納順ということで、メモリ上に、まあ、ここまで格納したら次は同じブロック内の第2列を格納して第3列を格納して、それが終わったら、まあ、次のブロックの列を格納してっていうふうにブロック単位で、アドレスがメモリアドレスが、まあ、連続になるように取るというのが有効であるということが分かってきました。そうしますと、これによって、データ移動回数の方も最小化することができまして、そういうものをコミュニケーションオプティマルなアルゴリズムというふうに呼んでいます。で、まあ、最近ではそのデンメルたちのグループによってデータ移動量とか回数の加解というのが、まあ、いろんなアルゴリズムについて分かってきまして、まあ、行列乗算ですとか、あるいは流分解、クレスキー分解、QR 分解、それから固有値分解、特異値分解といったものに対して、まあ、加解が分かってきました。でただ全部のアルゴリズムに対してその加解を達成するアルゴリズムというのができているわけではなくて、その加解を達成するアルゴリズムの研究、つまりコミュニケーションオプティマルなアルゴリズムの開発というものが非常に活発な研究テーマになっています。で、これ以上がその3つ行列におけるデータ移動の削減なんですけれども、その行列の場合にも同じような研究がありまして、ここでもやっぱりクリロフ分空間法を例として考えてみます。で、クリロフ分空間法はこういうふうなスパンの BABN 乗 B っていうような空間の中で近似解を求めていく手法ですけれども、演算量の演算の主要部分は素行列をベクトルにかける y イコール x っていうふうな計算です。それから、まあ、その中でこの空間の中で最適な解を求めるために、まあ、内積を計算したり、あるいはまあ直行化のところでも内積、あるいはノルムの計算っていうものが出てきます。で、まあ、データ移動の観点からこのアルゴリズムを見ますと、一番の問題点はその行列ベクトル積っていうものがデータの再利用性が低いということです。で、y イコール x っていう計算を考えてみますと、 a の各要素っていうのは x と1回かけられたらもうそれで終わりで、あとは捨てるしかないというふうなパターンになっています。で、 x の要素の方はa の複数の要素とかけられるんですけども、 a の要素の方はもう1回使ったら終わりということで、 a の要素の再利用性が低いということになります。そうしますと、せっかく a の要素をキャッシュに取ってきましても、それを活用できないということになります。それからもう一つの別の問題は、内積とかノルム計算っていうのはオールリデュースが必要になるということです。オールリデュースっていうのは、まあ、一番通信のレイテンシーの影響を受けやすい通信パターンですので、そこが性能ネックになりやすいということになります。そこで、その最近の研究の方向としては、行列ベクトル積におけるデータ再利用性を向上する、それからもう一つはその複数の内積をまとめて同期回数を削減するといったことが行われています。以下では GMS 法例として紹介します。GMS 法っていうのは、まあ、前回やりましたけれども、A をかける操作と直行化を繰り返して、部分空間を広げると同時に、正規直行規定を生成していく方法です。各ステップにおいて、まあ、クリロフ部分空間ができるわけですけど、空間中で段差が最小になるように解を更新していくというような方法です。これも前回やった内容ですけれども、まあ、最初に、Q1 というものを作りまして、それに A をかける、そしたらその前のベクトルと直行化して正規化して新しい Q を作る、それをまたベースにして、A をかけるというふうな操作を繰り返すものです。
で、それはそのデータ移動の観点から改良する方法として、いくつかあるんですけども、一つはそのブロック GMS 法っていうものです。で、これは先ほども並列性の向上のところでお話ししたんですけども、複数の初期ベクトル、B 本の初期ベクトルから出発して、ブロック区量部分空間というものを作るというものです。そうしますと、さっきは並列性の向上ということを言ったんですけども、それに加えて、A の再利用性の向上というものも出てきます。つまり、A を複数のベクトルにかけるので、A の1要素というものは複数本のベクトルと掛け合わされるということで、再利用性が向上します。ベクトルが B 本あると B 倍向上すると。それから、複数の区量部分空間を作っていきますので、それぞれが内積を計算したりするんですけども、その複数の空間に対する内積っていうのを、いっぺんにオールリデュースでやってしまう、そういう特別なオールリデュースを作るわけです。そうしますと、0.4 の影響っていうのも相対的に減らすことができまして、同期回数が実質 B 分の1にできるといったことになります。で、そうしますと、本来の演算量としては、右辺が B 個あるのと同じなんで、演算量は B 倍になるんですけども、行列のアクセス回数っていうのは、実質的に増えませんし、それから同期の回数っていうのも増えないので、実行時間の増加っていうのは、B 倍よりも、ずっと小さくなるというのが、期待できます。一方で、ブロック区量部分空間というのは複数の初期ベクトルから生成される空間を使いますので、収束性が向上できる、収束性向上が期待できるといったことがあります。で、そういった理由からこのブロック GMS 法というのが研究されています。で、それとは別の方法として K ステップ GMS 法というのもありまして、これは行列ベクトル積を1回ずつやるんじゃなくて、たくさん警戒行列ベクトル積をやってから正規直行規定を生成しようというふうなものです。で、これは数学的には可能でして、正規直行化っていうのは、1回ごとにやっても、それから後でまとめてやっても、数学的には同じです。で、後でまとめてやることにしますと、オールリデュースの方もまとめてやることが可能になるので、それによって、同期回数を減らせる。それから、実はうまく、行列ベクトル積を、素行列性を使って、実装しますと、この AR とか A2 乗 R とか A3 乗 R っていうのを、A の要素を毎回ロードしなくても、再利用可能な形で作ることができます。そうしますと、その再利用性も向上できるといったことで、これはその右辺ベクトルは増やさないんですけども、K ステップ分をいっぺんに行うっていうことで、再利用性と同期回数を向上させて性能向上が期待できるということがあります。ただ問題点としましては、数学的にはその後でまとめて正規直行化でいいんですけども、数値的にはそうではなくて、やっぱりその1回ごとに正規直行化した方が精度が保ちやすいということがあります。特にその直行化前の規定が線形持続に近い場合には、後でまとめて正規直行化しようとしますと、精度が大幅に落ちる。その結果として、収束性も悪化するということが、観察されています。そこで、この方法は、現在もさらに研究が進んでいまして、進められていまして、例えばその線形独立性を高めるために、こういう A の単項式、A の A、A2 乗、A3 乗というのを使うのではなくて、何らかの直行多項式を使って、
選挙直後か前でもある程度の線形独立性が保てるようにしようとか、そういったいろんな工夫が行われています。以上でそのデータ移動、移動回数と移動量の削減の話を終わりまして、次に対故障性のお話をしたいと思います。で、想定する状況としては、その複数のノードが通信を行いながら協調して計算するということで、そのうち1個が不正な結果を返すか、あるいは結果を返さなくても計算が破綻せずに進行できるようにしたいと。でただ、それで全く同じ解が出ることはちょっと期待できないので、その場合精度が多少落ちたり収束性が落ちるってことは許容しようということです。で、ただいろんな計算を行ううちで、全ての計算どこでエラーが起こってもいいっていうふうにしますと、それはそれで大変なので、計算の特定の部分は高信頼モードあるいは高信頼のハードウェアで行って、そこではエラーを想定しないというふうな条件で考えます。でまず考察としまして、複数のノードの結果を集めて部分空間を改良するタイプのアルゴリズムっていうのは、対故障性と親和性が高いだろうということが言えます。でなぜかというと、複数のノードの結果で改良しますので、そのうち1個がなくなっても、解の質が多少悪くなるくらいで、致命的な結果にはならないだろうと。それからもう一つは、その大流度並列性っていうのは対故障性にとっても有利ということで、それはその高信頼モード、つまりこれはデータをまとめるところで主に使えると思われますけども、そういったモードの消費量を削減できるであろうということがあります。でこういったアルゴリズムの一つとして、マルチプルエクスプリシットリーリスターティッドアーノリーメソッドっていうのがありまして、これはその複数のノードで異なる職ベクトルを用いて独立にアーノリー法を実行するというふうなものです。ですので、さっき変ベクトルを複数持つっていうふうに言いましたけども、それと同じことを複数のノードでそれぞれ一本の変ベクトルを持ってやるというふうなものです。で、ある程度その、D 法を進めて、それぞれクリロフ部分空間ができたところで、その結果をまとめまして、大きな部分空間を生成する。その中で、また新しく P 法の初期ベクトルを作る。そうすると、これは最初のものよりも、いいものになっているはずですけども、そこを初期として、さらに D 法を別々に進めていくというふうなことをやります。でこうしますと、たとえ1個のノードが結果を返さなかったとしても、その分だけ収束性が落ちるだけで計算は破綻しないであろうというふうに思われます。それと同じようなことが桜井杉浦法という、クイリッチ計算の方法でも考えられていまして、桜井杉浦法っていうのは、先ほど申し上げたように、ある積分フィルターを構成することで、入力のベクトルから求めたい固有ベクトルの成分を抜き出すという手法なんですけども、具体的にはその、ある求めたい固有値があった場合に、求めたい固有値が複素平面上にここら辺にあるというふうに当たりをつけた場合に、それを囲むような円を考えまして、円周上で何点かを取って、あるリゾルベントという値を計算しまして、その線形結合でフィルターを作るというふうなことをやります。そうすると、この標本点の、各標本点の計算というのは全く独立にできるので、大流動性を持つことになるんですけども、もし1個のノードが故障して、で1個の積分点での値が返らなくなったらどうするかと言いますと、実はその元々の積分公式っていうのは、この円周上の等間隔の点を使って
積分、数値積分を行うようになっているんですけども、実はあの数値解析の考え方を利用しますと、この1個の点が欠けた場合の残りの点を使った数値積分の公式っていうのを新しく生成することができます。そうしますと、その点が1個ない分精度は落ちるんですけども、それでもまあ結果としてはある程度のものが出てくるということが分かっています。こういうふうにして、その桜井杉浦法は大流動性を持つんですけども、それに加えて対故障性を持つということが桜井先生らの研究で分かっています。このふうに、その素行列向けの解法ではいろいろと可能性が出てきているんですけども、密行列向けの解法というのはちょっと違いまして、まあ、一箇所の間違いで、結果が壊滅的な影響を受けるというふうなアルゴリズムになってますので、まあ、アルゴリズムレベルでの対故障性の実現というのはなかなか難しそうというふうに思われています。で、それでは次に別の話としまして、確率的アルゴリズムによる計算量のオーダー低減というお話をしたいと思います。これはその先ほど申し上げたように、現在のアルゴリズムではデータ量に対して演算量というのが線形ではないので、大きい問題を解けば解くほど演算量が大きくなって、計算時間が大きくなってしまうというような問題に対処しようというものです。で、まあ、その一つとして、特異値分解という行列のアルゴリズムが分解がありまして、これはまあいろんな分野で非常に使われています。画像処理ですとか信号処理、情報検索といった応用がありまして、これがなぜ有効かといいますと、行列を低いランクの行列で近似する分解になっているからです。ですので、低いランクの行列で近似しますと、情報量が大きく削減できますので、例えば画像圧縮ですとか、信号の圧縮といったことに使えます。ただ、M×N の行列の特異値分解をしようとしますと、MN2 乗っていうふうなオーダーの演算量がかかります。そうなると、ビッグデータの解析なんかで、特異値分解非常に役に立つんですけども、MN2 乗という演算量がちょっと大きすぎて、このままでは使えないということがよくあります。そこで最近では CX 分解というふうな特異値分解の代替手法が提案されています。これは特異値分解の簡易版みたいなものなんですけども、A の列ベクトルを K 本を選んでできる M×K 行列ものを考えて、それに対してX っていうのを適当な K×N 行列にすると。そうすると C×X っていうのはランク K の行列になります。で、K が小さければ、これはランクの低い近似になってますけれども、そういう CX っていう形の行列であって、A との差、フロビニウスノルムっていう、要素の2乗はをなるべく小さくするような C と X を求めたいというのが CX 分解です。これは A の特徴を最もよく表す S 本の S じゃなくて K 本ですね、 K 本の S ベクトルを選ぶことに相当していまして、実はその C が分かれば X をどう選べばいいかというのはもう数学的に分かりますので、 C を選ぶことに問題が帰着されるということになります。つまり、どの A の特徴を表す列ベクトルをどうやって選べばよいかというの問題になります。で、これに関しては、ある程度理論的な結果がありまして、A の打ち切り型の特異値分解っていう、ランク K の近似っていうのをこういうふうにしたときに、この特異値分解の V を使ってある確率を決めてやって、でこの確率 PJ に従って、A の列をうまくサンプリングしてやると、こんなふうな誤差評価が成り立つということが言えます。で、これ
θ が a っていうのがまあ x なんですけども、この p を使ってサンプリングをしてやると、こういう a-ak っていうのは特異値分解による誤差ですね。特異値分解使った場合の誤差なんですけども、特異値分解使った場合の誤差に比べてこれだけ悪い程度で済むといった結果が得られています。まあ、これはいい結果なんですけども、まだ実用には ならなくって、なぜかというと、そのこの P っていう確率を計算するのに、まあ、特異値分解を使っているんで、そのくらいだったらもうこの特異値分解そのものを使ってランク経験値をすればいいので、これではまあちょっと実用にならないということになります。そこでさらに最近このレベレッジスコアっていう確率を近似的に計算するアルゴリズムっていうのが提案されています。で、このアイデアとしましては、A に左から適当な等高行列をかけることで、実はこのレベレッジスコアっていう確率を一定に一様にすることができるっていうことが、理論的に、示されています。で、ここでそのジョンソン・リンデン・シュトラウスの補題と、高速ロージャー・ラマル変換というものを使うことになります。で、こんなふうな変換をしますと、実はそのレベレッジスコアが確率的な意味で一様になりますので、それに対して一様なサンプリングを行えば、それは前のページで言ったような最適なサンプリングになっていることになります。その上でその A' の CX 分解から元の行列の CX 分解を求めるということになりまして、そうしますとその相対誤差の意味で確率的な誤差評価を持つ CX 分解の計算がオーダー NM ログ M で可能に、 MN ログ M で可能になるということで、MN2 乗に比べても非常に少ない演算量でできるようになりました。これはその非常に画期的な成果というふうに見なされています。こんなふうにそのこの場合にはその確率的な誤差評価しかできないので、今までのアルゴリズムのように、誤差がどのくらいかっていうのを厳密に評価することはできないんですけども、それでもその、このオーダーを大きく下げることができていますので、非常に大きなデータの処理には有効な方法であるというふうに考えられます。で、それでは最後に強スケーリングの意味で効率的なアルゴリズムというふうなお話をしたいと思います。で、最初に申し上げたように、その従来の並列化の研究っていうのは弱スケーリングの設定で行われてきたことが多くて、ノード数を増やした場合に問題サイズもいくらでも増やしていいというふうな設定でした。で、ところがその、実際には必ずしもそうじゃないというふうなことがあります。例えば量子科学の計算なんかは典型的でして、行列サイズっていうのが、例えば N が1万とか、あるいは2万、そのくらいの問題に対する分子軌道法の計算っていうのは、非常によく行われているというふうに聞きますけれども、それに対して、その、N をどんどん大きく増やしていくという方向だけではなくて、 N を一定にしまして、その近似の精度を上げていくという方向の研究が行われています。そうしますと行列の問題として見た場合に、行列サイズは増えないんだけれども、演算量が前の4乗だとか5乗だとか6乗というふうにどんどん増えていく、そういった問題があります。で、そういった問題において、その、分子軌道法なんかですと、多電子積分を行って、行列を作る部分と、それから
その行列を、固有値問題を解くといった部分があるかと思いますけれども、そのここではその固有値問題を解く部分というのを考えます。で、演算量としてはその例えば多電子積分ですと、まあ、最低でもオーダー N4 乗ぐらいの演算量がかかりまして、それに比べて固有値計算では N3 乗なので、演算量としては行列生成の部分の方が大きいんですけれども、ただ行列生成の部分というのは一般に平性が高くて加速率が大きいというふうな傾向があります。ですので実は固有値計算の部分が性能ネックになる、まあ、特にその加速率を考えた場合にネックになるというふうな現象があります。で、まあ、場合によってはその繰り返し計算というのを行うことになりますので、そうしますとこの固有値計算というものがマネックがさらに顕在化するといったことが考えられます。で、まあ、行列計算の部分、行列の固有値問題の部分っていうのが、まあ、並列化効率が悪いっていうふうに言われているんですけども、実際にその K を使ってスケーラーパックでの性能評価っていうのをやってみますと、まあ、K では例えば1万元の問題の固有値計算をする場合に、濃度数が400ぐらいで性能が飽和してしまって、それ以上増やしても、まあ、計算が加速しないというふうな現象が見られます。で、これはまあ主にその実行時間の 70% ぐらいが通信ということになってしまって、その通信オーバーヘッドっていうのはそれ以上濃度を増やしても減らないどころかむしろ増えていくので、それがその飽和の原因になっているわけです。そうしますと、まあ、例えばその多電子積分の部分で演算量が大きいので1万濃度を確保しようというふうなことがあるわけですけれども、そうしますと固有値計算の部分ではその1万濃度が有効に活用できないで遊んでしまうというふうなことがありえます。そこで、我々はその固有値問題に対してもう少しその強スケーリングの意味で効率的なアルゴリズムを開発しようということをやっております。そのためにその今までの三重対角化のアルゴリズムでは限界があるということで、ブロック役割法というものをベースにしています。でブロック役割法っていうのはまあ、さっきのタイルアルゴリズムと同じような考えなんですけれども、行列をブロックに分割して、で、まあ、直行変換をすることで複数の非対角ブロックを並列に消去しようというふうなことをやります。まあ、例えばそのこの例で言いますと、真ん中にあるのが3つ行列なんですけども、これに対してこういうふうな左と右からブロック対角行列をかけてやると。で、まあ、これの作り方っていうのは、ブロック対角行列の作り方というのは、この中の3つ行列の例えばこの左上の 2×2 ブロックを対角化するような直行行列を、まあ、こことここに置いて、それをかけてやることによって全体行列のここの部分を対角化する。同様にこの真ん中の 2×2 ブロックの行列を対角化するような直行行列をこことここに置いてやって、それをかけることによって、まあ、ここを対角化するといったことをやります。そうしますと、まあ、一回こういうブロック行列をかけますと、こことこことここが対角化されるんですけども、同じようなことをそのいろんなブロックに対して行うことによって、まあ、だん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 行列を対角に近づけていくというなものです。で、まあ、このアルゴリズムっていうのは実はその演算量の意味では従来法に比べると、まあ、ずっと演算が多く必要で、三重対角化に基づくスケーラーパックなんかの10倍以上の演算がかかります。ただ通信回数っていう意味では、まあ、ずっと少なくて済んで、P ノードで二次元分割を行った場合に、通信回数は P のルート×ログ P× 反復回数といった形になります。
で、まあ、注目すべきなのは、あの行列サイズの N っていうのが出てこないので、行列サイズには依存しない通信回数であるというようなことです。一方でスケーラーパックの方は、N ログ P ということになりまして、行列サイズに依存するような通信回数になっているということです。ですので、まあ、演算量に比べて通信、演算時間に比べて通信時間の方がずっと大きい割合を占めているような状況では、このアルゴリズムっていうのも、まあ、早くなる余地があるんではないかということで、まあ、検討しています。で、まあ、実際にその、これを実装しまして、Kコンピューター上で性能を測定してみたところ、まあ、行列サイズを1万元にしまして、K の1万ノードを使って評価したんですけども、100ノードぐらいでは確かにその演算量が大きいので、スケーラーパックに比べて、ずっと遅いんですけれども、まあ、加速で見ると、まあ、スケーラーパックがほとんど加速しないどころか、まあ、増えていっているのに対して、このアルゴリズムは、まあ、比較的順調に減っているのが見て取れます。それで、まあ、スケーラーパックですと、まあ、600ノードぐらいのところで 8.3 秒っていうんで、まあ、これがあの最速なんですけれども、このアルゴリズムですと、まあ、大体1万ノードで 5.5 秒ということで、ノード数を1万まで許した場合には、まあ、こっちの方が早いということになります。でこれはちょうどその行列サイズを固定しまして、ノード数を増やした強スケーリングの条件下ですので、そういう条件下では、まあ、こっちの方法も、まあ、有利になる可能性があるということが分かりました。さらにこのアルゴリズムは、消去順序を最適化したり、あるいは前処理を行うことで、さらに高速化できる可能性もあるので、まあ、そういうことを考えますと、まあ、今後有望なアルゴリズムの一つになるのではないかということが、というふうに考えています。今、これから分かったこととして、まあ、強スケーリングの条件下でのアルゴリズム設計としては、通信とか同期のオーバーヘッドの削減というのが一番重要で、そのためならば、演算量をある程度増やしてもいい、ということが分かります。で、まあ、このアルゴリズムとは違うんですけども、最近、東大の中塚さんっていう方が、全く新しい原理に基づく、固有値とか特異値の計算アルゴリズムを開発されていまして、それもその、従来のものよりも、演算量は多いんだけれども、通信同期のオーバーヘッドが非常に少ない大流動のアルゴリズムであるということで、まあ、今後が注目されます。で、同じようなその通信削減型のアルゴリズムっていうのを、QR 分解に対しても我々は行っております。まあ、QR 分解っていうのはまあご存知のように、行列を直行行列と上三角行列の積に分解する操作で、特にまあ新 QR 分解って呼ばれる、Q がまあ A と同じサイズで R が正方行列になるタイプ、それを考えます。でまあ、これは Q っていうのは列が直行正規直行形を成しているような行列ですので、A の、まあ、直行化というふうに正規直行化というふうに見ることもできます。ですので、まあ、例えばその電子状態計算ですとか、まあ、いろんな応用があります。で、この QR 分解のアルゴリズムとしましては、まあ、よく使われているのがハウスホルダー法で、これはまあスケーラーパックとかレイパックにも入っているものです。それからもう一つは古典グラムシュミット法、あるいは修正グラムシュミット法で、これはまあ、やっぱり物理分野なんかではよく使われています。ただこれらは両方とも、高性能計算の観点からは課題が多いということが分かっていまして、特にそのスケーラーパックに入っているようなハウスホルダー法ですと、この M×N の行列の直行化をやる場合に、N 回の通信、あるいは同期が必要になるということが分かっています。で、実はグラムシュミット法でも同じです。そこで我々は、コレスキー QR 法っていうものをベースとして、新しいアルゴリズムを考えています。
これは実は非常に単純なアルゴリズムでして、まず x を qr 分解したい、すみません、こっちでは a って書いたんですが、x を qr 分解したいっていうときに、x とそれ自身の点値をかけて、x 点値 x っていうものを作ってやって、それから、そうやってできる a をコレスキー分解して r を作ると。r というのは上三角行列です。つまりその a イコール rtr というふうに分解する。で、それからさらに、y イコール xr インバースというふうなものを計算する。で、そうしますと、実は簡単にわかりますように、この y っていうのは y 点値 y イコール i、つまり直行、列が直行する行列になっています。この式と、この式とこの式を使っていれば、簡単にわかります。で、このアルゴリズムの特徴っていいますのは、非常に大柔度の並列性を持つっていうことです。実際、こうですね。すみません、こっちでは A って書いてしまったんですが、直行化すべきベクトルが、これですね。ベクトル群がこれだったときに、これがこんな風に分割されているとすると。水平方向に分割されているとします。そうしますと、この A 点値 A、あるいは X 点値 X っていう部分は、各ノードで、それぞれの x 点値 x の一部分だけを計算してやって、それから最後にそれをオールリデュース1回で足し合わせてやれば、この a 点値 a あるいは x 点値 x の結果が得られるということになります。そうするとこれは n かける n の行列ですから、これをコレスキー分解するのは1ノードでやることにして、r を得まして、で、r が得られたら、それを全部にブロードキャストして AR インバースを計算するんですけども、 AR インバースっていうのは各 A の各行ごとに独立の計算なので、もう R をもらったら通信なしでできるわけです。ですので、通信パターンとしてはこの各部分で計算した部分的な積を1回でリダクションによって合成するっていうことと、その W を分解して得られた R を全体にブロードキャストするっていう、その2回の演算だけです。ということで、非常に大流動の並列性を持っていて、行列サイズ N によらずに、2回だけの通信でできるというふうなメリットがあります。ただ、短所がありまして、この X の条件数が大きいとき、つまり、X の列が線形従属に近いときには、直行行列の直行性が悪化するというふうな問題点がありました。そこで我々は最近コレスキー QR2 というものを提案しまして、この Y というものをもう一度直行化する。つまり Y をこの X と見て、このアルゴリズムをもう一度繰り返すといったものを提案しました。これに関しては、X の条件数が10の8乗以下ならば、極めて精度のいい結果が得られる。つまり、直行性も、この残差も丸め誤差レベルになるということを証明しました。で、そうしますと、演算量は、演算量と通信量は2倍かかってしまうんですけども、それでも N にも M にもよらない定数の通信だけでできるので、構成の計算においては有用であろうというふうに思っています。実際その K コンピューター上で、性能を測定したところでは、この赤がコレスキー QR2 で、緑がスケーラーパックで、青がこのスケーラーパックを改良したハウスホルダー法なんですけども、スケーラーパックに比べると、この赤の方はずっと速くて、このノード数が大きいところでは、この改良版に比べてもずっと早い。で、この N っていう横の幅、つまりベクトルの本数が増えていくと、この差が開いていって、大体10倍ぐらい、10倍弱ぐらいですね、速くなる。
16384の場合に、まあ、そのくらい速くなるというような結果が得られています。で、まあ、これの応用としまして、まあ、例えばその第一原理分子動力学法における、まあ、波動関数の時間発展なんかに使えるのではないかというふうに思っています。で、まあ、あのカーパーによる方なんかで、波動関数の時間発展が例えばこんなふうな仮想時間に対する運動方程式のように書けるわけですけども、まあ、あの波動関数の直交性っていう条件からこういうふうなラグランジュの未定項数、未定乗数の項が出てきます。で、まあ、連続時間の場合にはもうこれによって直交化が行われるわけですけども、時間を二酸化した場合にはあのたとえこういう項があったとしてもやっぱり直交化がずれるわけで、それを補正するための直交化操作が行われるのが普通かと思います。で、まあ、例えばその時間二酸化を行った場合に、まあ、波動関数を並べたベクトルを行列を X っていうふうに書く と X を X に何らかの、まあ、このあれですね、時間発展の項を加えることで X の T プラスデルタ T のチルダっていうものを、まあ、作ると。で、これをその直交化することで X の T プラスデルタ T を作る、まあ、直交化っていうのは行列計算の言葉で言えば、まあ、QR 分解ですから、QR 分解をするということになります。で、まあ、この QR 分解のところでコレスキー QR2 が使えるのではないかってことなんですけども、まあ、なぜかというと、この元々の XT というのは直交化されていますので、XT プラスデルタ T のチルダというものは、それに C デルタ T というものを加えたものです。ですので、まあ、デルタ T が十分小さければ、この第1項に比べて第2項は比較的小さいので、まあ、直交からそれほどはずれていないであろうと、少なくとも条件数が10の8乗になるようなことはないであろうというふうに考えられます。で、まあ、もともと直交している場合っていうのは条件数が1なので、そこからそんなに大きくずれることはないであろうってことから、まあ、ちょうどコレスキー QR2 が使える条件になっているのではないかというふうに思われます。まあ、ここら辺はちょっとさ、今後適用をしてみたいと思っています。で、以上で、まあ、全てなんですけども、まあ、あの本発表本講演ではあのエクサフロップスマシンで、まあ、いろんな高い層の並列性、データ移動コースの増大、故障率の上昇といったことが課題になるというふうなお話をしまして、それからそのアプリケーションからの要請としては、強スケーリングでの並列化効率が重要視されるだろうというふうなお話をしまして、それに対して、設計計算アルゴリズムでどんな課題が出てくるか、で、それからその方向に沿ってどんな研究が行われているかといったことをお話ししました。それでは以上で終わります。はい、ありがとうございました。